みんなの教習所エピソード大学生の皆さん、夏休みで、まあ、教習にも行ってる人も多いだろうということで、はい、インスタグラムにて、教習の最中の来たクソエピソードをしてまいりました。それでは早速、レッツドライブ！じゃあ、どんな持ち方やるんですか？基本コースね。あー、かっこいい。左手。で、助手席。それでバックする男性かっこいいみたいな。あ、もう前もこれっすね。俺、女と乗るとき、やっぱこう、手つなぐ。で、カーブ来たらこっち。路上教習一発目で逆走チャリにぶつかられた。そのまま行ってしまうと当て逃げになるので、うん、警察呼んでその教習は中止になりました。当たり屋やな。危なすぎやろこいつ。前から車がうわ、前から自転車が。俺もさ、むっちゃ細い路地みたいな、うん、教習コースに入ってたんやんか。そことかはババアとかがお構いなしにこうクロスの路地やのに、うん、ファーンって端っこで突き抜けていくから、ババアの方が一時停止のやつやのに、ここはあの三島くん、あのババアが出てくるからこっちの方が優先やねんけど、一旦停止して通りましょう。ババア読み一時停止でそう考えたら、その都会で行った方がいいよな、教習所とか。そうやな。俺んとこ合宿やったから田舎すぎて、もう都会で運転手めっちゃ怖い。三宮らへんとか、ためならんのよな。うん、あとカナビの見方教えろよな。急にさ、ここになんかこんなんできんくらい最初めっちゃ戸惑わんかった。確かにそうよ。普通にガソリンの入れ方とか教えてほしかった。ああ、俺初回全然わからなくて、うん、すいませんっつってスタッフさん呼んで、うん、ここあのここにねガソリンありすぎ、蓋開けるとこもわからんしな。あれそうそう、あれ違う、こう開けますやん。ガシマンですか？違います。待てやった、やめなさい。運転中にもやってん。なんで一動画一個は下ネタ出さなあかんみたいなやってんの。合宿免許で友達と2週間同部屋だったため、我慢できず友達の前でバッキバキに勃起してた。おい、今しまれたわ、やめろって話したやん。流れが良すぎるわ。今やめよって。やめろや、約束したやん。バッキバキ、バッキバキ、気まずいなそれ。友達を見てじゃなくて、たまりすぎて。これどうなんですか。俺は仲いい子やったからあんまりなかったけど、でもその子が途中でゼミのなんかあるとかで1日だけ帰った日があって、あ、はい、その間にむちゃくちゃしこってってか、あのレジハウスでした時どうしてる。あ、俺はあのベッドとかソファーにこう押さえつけて慣れさせる戦法を取ってますから。そう、俺大体足組んでる時はもう大体そうやと思う。そう、こうやってる時は大体こう押さえつけてる時です、ね。無線教習の時に車で一人で乗ってるやつですね、うん、誰にも聞かれてないと思ってノリノリで歌ってたら教官にめっちゃ聞かれてた。そう、あるそっか、あるもんな。あるあるある。あ、マイクあるわ、そらドライバーズハイってあります。恥ずかしい。俺もなんか無線教習で3周しましょうみたいに言われて、うん、もう言ったらさ、無線教習って教習所内では一番上なんよ、立場が。教官乗せずに行けるわけやから、うん、結構俺もうスピード出しまくとって、おうおう、だから30キロぐらいで撮ったな、あれ。教習所内で大丈夫やろ。教習所内で30キロやったらだいぶ飛ばしやん。すごいな。ガーッとったら、うん、あれしちゃうねんぞってめっちゃ怒られた。山形のわなというところに泊まったのですが、部屋がホコリまみれで、風呂は古すぎて床のタイルがお湯に浮いていて、食事は惣菜が全て凍っていて、友達がじんましになってました。ちなみにここの個室みたいなところの部屋なんですけど、うん、刑務所にしか見えませんでした。後から聞くと地元でも有名な新スポやったらしい。そうなん、教習所が。はい、で一応教習所の個室、うん、写真送っていただいたんですけども、こちらです。どれ、だった何これ。これだからガラガラって開けて中入んねやろ。もう留置場のそれやん、完全に。そうよ、頑張ってこう残ってるとか脱出するやつやん。留置場改装した刑務所ってこと。刑務所ってことは刑務所や改装いらんよ。改造せんで102番って書いてるけど、確かに番号呼ばれてんのかな。やっぱ刑務所やな、これ。102番102番交換測定いややろ。担当教官が NG ワードを連呼する人だった。例えば S 字カーブを曲がるときに、お前そんなキチガリみたいなハンドル回しどうするんや、いや女なのにあんなでかい車乗ってよう運転してんだろう、などという感じです。その人は最後の教習で、その人の学生時代の友達のチンゲの話を。おー、こらこれはプーです、これ。プーです、これ。何これ。でもなんかおるよな、このイカれた教官。あれって何の人なん。まあ、元走り屋でしょうね。僕の体感。うん、8割元走り屋。元暴走族。いや、それはええけど、チンゲの話じゃないやろ。せめてお前のチンゲの話せよ。気になるな。チンゲを多席するなよな。
複数人で応急救護の授業を受けた時のことです。私のグループには外国人がいて、ソーランキーという名前の生徒さんがいました。まずは指導員が胸骨圧迫の見本を見せてくれ、この音に合わせてリズムよく胸が下に沈むぐらいまで繰り返し押すことと教えてくださいました。まずはソーランキーからと指導員が言ったので、ソーランキーからやり始めたのですが、流れているリズムと圧迫のリズムがとにかく合わず、さらにはどんどんペースが速くなり、とんでもない速さになっていたので、指導員が諭すように途中から手拍子までしてくださりました。しかしソーランキーの高速圧迫は止まらず、ソーランキーリズムに合わせよ、他の人がやってからもう一度やってみることにしよう、と言い、私たちがその後やりました。その後一周回ってソーランキーの番になり、この手に合わせてやってみようねと指導員が念を押して言い、ソーランキーもオッケーオッケーと笑顔で言っていましたが、始まるとやはりソーランキーの高速アップが止まらず、見ている私たちは笑ってはいけない教習人でも参加している気分でした。最後授業の終わりにソーランキーが手を挙げて何を言うかと思ったら、僕インドで医者してると言い出し、本当なら人死んでまうわと指導員がツッコミを入れ、授業が終わりました。何年経ってもこの思い出は忘れられない思い出です。すごいソーランキー途中からじわってくるんだよ。ソーランキーソーランキーや細くねな、めちゃくちゃ早いんや、早いんや、普通に滑らない話や。もうだってあの人形だけで面白いのにな。確かにどんだけおもろいことするかっていう場所じゃない。違う違う違う、むちゃくちゃピリついてるやろ現場。人命にかかることですからね。そうそう、うん、合宿のホテルが一緒の自分含む男女4人で仲良くなり、マクド行ったり部屋で集まってトランプしたりしてました。次の日、前日同様部屋に集まって同じベッドに4人寝転がってホラー映画を見てました。行っちゃえよ。途中自分じゃない方の男と女の一人がベッドの後ろの方に座ってなんかしてました。何してるやろうって思ってたら、男から俺〇〇ちゃんとベロチュしちゃったよと DM が。自分には今から仲良かった二人が目の前でおしゃっちょを始めるかもしれないという状況と、そもそも自分にホラー映画体制がなかったせいでとてつもなく吐きそうになり、なんで見てん、一人でフラフラになりながら自室に戻り、その日は寝ました。次の日男にどこまで行ったのか聞いたら、胸もんだだけらしいです。そこまで行ったなら最後までやれや。なんやこれ、なんやその一言。何の話やよこれ。男女同じ部屋行けるのいいな。無理やったやんな。無理やった。そもそもその党が分かれてる。男子女子で食堂とかで絡むしかないのよ。でも絶対その恋愛沙汰みたいな一個あるよな。一人可愛い子ってんけどさ、うん、俺と同室のヤンキーがその子を好きになってもらって、うん、その子がおる前でだけめっちゃ生きんのよ。でその子がおる前で窓越しに、うん、あの教習所内の車見ながら、はいはい、あいつアクセル踏みすぎやな。お前そんなん言わんやんと思って、俺やったらそんなアクセル不満だ。ああどうしてんの。俺車のこと妹みたいに思ってるから。教習所内限定の生きりおもろい。お前まだ高速行ってる。あれマジやばいね。路上教習中に教習員のおっさんが運転してる腕を掴みながら何度も横を指し、あれ丸丸中学校俺の僕だ。いや左のラーメン屋めっちゃ美味しいって話しかけてきて、むずい刺された方角を見るまでっていう話しかけてきた。そのせいで一度事故りかけたのですが、その日の教習終わりにその教習員に、君よそ見運転と言われました。それ以降の教習でその教習員が担当なんてことはないです。おいうざい。うざすぎやろ。お前がよそ見運転刺したんやけど、教官マジ適当な人多いからな。寝てる人いましたね教習中に。もう始まった瞬間に、じゃあ今日僕寝るから平地やん、三島君式に走って。どうすんねん事故ったら。初レジも送らせていただきます。大学1年の頃、中型を受ける女子大生とペアになったのですが、過去自分は普通免許、お互い運転をミスりまくり、手応え的には完全に落ちたなという感じでした。試験後落ち込んでたところ、ペアの子がダメだったねって感じで話しかけてきました。実は同じ大学の学部だったり、趣味が同じらしく、そこから仲良くなり、結果発表の時間まで1時間ぐらいずっと喋ってた。そんで連絡先を交換しました。試験落ちたけどそれ以上に熱い展開やんと思って舞い上がってました、はい、2人で話してるうちに結果発表時間になり、お互いどうせはしてるけど一応見るかって感じで見たら、なんと自分は受かってペアの顔落ちてました。そこから一気に気まずくなり、その子はあ、じゃあお疲れみたいな感じでそそくさと帰ってしまい、それ以降一切連絡も取れなくなりました。受かったのに素直に喜べず、クソみたいな気分でした。俺の社交人生最悪の一日。いやーい、それさ、俺が教えたんでみたいなんでいけるくらい乗り越えれる壁ではあった。いやそうやんな、めっちゃヒロミツみたいなやつだったんじゃ。うーん、起点を聞かしたジョークとかが言えへん感じの。じゃあお疲れ。うん、でもさ、これの後に連絡するのちょっとどうしたんやろな。どない行けた、免許取れた。無理か。当日なら限り行けた気するけどな。言うて1時間ちょっと喋っただけやからな。まあそうか、こいつ勘違いしてた。
や、そうやであるよな、結構いい感じなんかな思ってようよう女の子の方からも話聞いたら全然違かったみたいなパターンはまあ往々にしてあるんで、それやと思うな令和の虎主催の岩井でございます。よろしくお願いします。お願いします。なんとこの度スカキュンが青い令和の虎の大学生版令和の虎に虎として出演することになりました。こうご期待でございます。お願いします。よかった、令和の虎の方を見に来てください。メンバーシップの皆さんごきげんよう。こんばんは。内部進学生が母校の受験の過去問解けるのかチャレンジ。前回僕たち一般受験組が来まして、はい、だいぶ悲惨なことに普通にひどかったからそうや。正解は C。 あ、サクセス。俺はソーザット構文に気づいてるけど、ほう、命。おー、ほうです。あ、よかったよかった。ほうです。あー、こっちはですよ。よ、正解は A。 メッカからメディアに。おー、 A です。野口さん天才や、完璧です。野口さんこれは当てろ。手応えがないというか。おー、もったいな。あるんちゃう。もう一回受験してもいいよ。まずい。じゃあ大学目指すか。もう一回受験って大学からやで。